と2日。やっぱり失敗したの？私も彼女もブローニャも。完全に終わってしまったのね。今まで彼女は私と対局してたと思っていたんでしょうね。計画性が足りなかったかしら？もし最初からこの物語を彼女に見せてたら？でも。シベリア、ウラル山脈。よく考えたら、あれから私は、ここに戻っていなかったわね。私自身が記録した物語なのに、あの子みたいにもう一人の私の視点からしか見られないのかしら。あなたに家族の情報を教えられると思ったけど、でも私は
また失敗したの。でも私はこのまま理性を失ってはいけない。せめて全てを、あるいは私自身を終わらせる方法を見つけるまでは。意識がない。どうせ結果は同じでしょう。私には何もできない。マクシム、ブラッド、あなたたちなの？まさか人の声。ここは誰か来たの？そうやって待ってたのに、結局訪れたのは私という災いの元凶だったのね。訪れないわずかな希望のためだけに、私は自分勝手に被害者の安らぎを邪魔し、彼らを怪物にして死なせた。もし地獄が存在するとしたら、死後の私は永遠にそこに留まるのでしょうね。
もうとっくに試したけど、この方法では私を殺せない。待って。それはこっちのセリフだけど。それを下ろしましょうね。何があったか知らないし、あなたを説得する資格もないかもしれないけど、生きていなければチャンスは手に入らない。そうでしょ？確かにそういった仕事をしたことはない。でも信じて、私はあなたが知っている誰よりも医学に詳しいの。やっぱり出ない方がいいと思うわ。本当に？あなたに出会ってから前よりもだいぶ体調が良くなったと思うの。先月に積もった雪がドアを塞いだから、みんなで雪かきをしたのよ。その時に少しだけ働いたら、なぜか息ができなくなって気を失い、2日後に目覚めたの。でも稀に見るような崩壊エネルギーへの耐性を持ってはいるけれど、彼女の体はまだとても弱ってる。私のせいで生まれた怪物に遭遇したらとても危険でしょう。それで他の人はもう戻ってこないの？ええ、彼らは怪物に出会ってしまって。そういえばおかしいわね。最近私を救ってくれた人は2人いるけど、1人は名字しか、もう1人は名前しか教えてくれなかった。もしかしてあなたも彼女のことを知ってるの？カカリアっていう軍の人なんだけど。いいえ、聞いたことがない名前だわ。私だって名字しか教えたくないってわけじゃないの。ただ私は本名がないから。それはダメでしょ。シャニアテってみんなそう呼んでるの？そういうわけじゃないけど、私はその呼び名にふさわしくないし、そう呼んでくれる人もいない。でも確かに的確だと思うわ。
あなたって難しいことを言うのね。とにかく今日は何がしたいの？出ていくことは反対するけど、私が変われるなら言ってあげるわ。あ、ちょっと待って。これ。近くの標本室で見つけた押し花だけど、何もないよりはマシでしょ。もしよかったら、この近くにあるお墓を探してくれない？名前は、アレクセイ・シーダ・ビッチ・ザイツフ。私の代わりに、このお花を、彼のお墓に備えてきてちょうだい。数ヶ月前の災いで命を落とした私の旦那なの。そこには彼の帽子と拳銃しか埋まってないけど、毎週話しかけに行ってるの。お花も添えてね。誰も訪れないお墓は寂しいって、中に眠る人が本当に消えてしまうからって、外国にいた時に彼がそう言ってたの。彼には、そうなってほしくないから。平然と話してるから驚いたの？言ったはずでしょ？今の体は悲しむことを許してくれないの。息が荒くなったら落ち着かせる薬すら見つけにくいから。見つけたら、いいえ、その時のことはまた後で話しましょう。あなたは分かってくれるわよね？ええ。アレクセイ・シーダヴィッチ・ザイツェフ、ここよね。彼は罪人であるが、家族と友人を飢餓と寒さから守ることに尽力した。まるで名前のようね。人間にとってとても重要なのに、過剰な情報を入れることは許されない。戻りましょう。彼女に説明しなければならないことがある。
ただいま。花を置いてきたわ。お疲れ様。来てちょうだい。用意したものを見せたいの。用意したもの？人助けだと思って、好きなものを一つ選んで。これは何かの儀式なのかしら？選んだら教えてあげるわ。この子なのね。なるほど。そうね。あ、ミステルにしましょう。この名前気に入った？名前？何のこと？さっきあなたが選んだのは宿り木よ。別の国の言葉で発音を考えてみたら、やっぱりミステルが一番美しいと思うわ。ある神話では命を象徴してる。また別の神話では死とも関わっているの。あなたに似合ってるわね。いいえ、つまり私に選ばせたのはただ名前を付けたかっただけなの？もちろんよ。教えたくないならまだいいけど、やっぱりないとダメでしょ。あなたのことを思い出すときに、ミステリアスで難しいことを言うシャニアテより心でミステルと呼びたいじゃない？ああ、やっぱりそういう印象なのね。でも、名前は私にとって確かに意味がないかもしれないわ。あまり考えすぎないで。とにかくそれはあなたにプレゼントしたから、使うかどうかはあなたが決めて。あ、そうだ、実はもう一つ。アレクサンドラ、ここにいて声を出さないようにね。あなたにとってあの人はとても危険だわ。その通りさ。私はかつて地獄の惨状を誰かに聞かされたことがある。
ヨルムンガンドに来るといい。そうすれば君の望みは叶う。適合者はごく少数しかいない。一度消えてしまえば二人目を見つけることはとても難しい。ミステル。ええ、ここにいるわ。もうあなたを傷つけさせたりはしない。約束する。ありがとう。でも覚えてるかしら、誰かがノックする前にあなたに伝えたいことがあったの。覚えてるわ。実はね、二日後、ここにある人たちが来るの。一週間前に決めたことよ。あの時は、まだなんとかここの公衆電話を使うことができたから。マクシムと電話して。ああ、彼はアレクセイの友達なのよ。彼にスケジュールを組んでもらって、より住みやすいところに移ろうとしているの。言ったでしょ、もうすぐお母さんになるって。赤ちゃんが生まれるのは大事なことよ。初めて見る世界がこんな寂しい風景じゃダメだって思うから。別れを告げないままでいるのは嫌だから、あなたに名前をつけたの。これからはこの不思議な出会いを思い出すたびに、あなただけの名前を呼びたいのよ。そう、なるほどね。マクシムは信頼できる人なんでしょ。ええ、彼は夫の親友なの。それに、実を言うと、彼はアレクセイより真面目かもしれないわ。でも、偶然、彼と部下がこっちに来る前に、私はあなたと出会うことができた。私は？大丈夫よ。あなたが他の人に何をしたって、私は知ってるわ。ここ数日、あなたは真心を込めて私に優しくしてくれた。まるでアレクセイのように。でも他の人にとって、あなたたちは悪者なんでしょ。ここにいた他の人たちは、もう、私が助かったのも、あなたのおかげよ。そうでしょ。だから、ミステル、あなたが何者なのか、教えてくれない？
あなたの口から聞きたいの。結論から言うと、私のことを死の化身と思ってもらっても構わないわ。そして最後は、いえ、私は大丈夫、ゆっくり話していいから。ごめんなさい、アレクサンドラ。あなたの言うその子はもう生まれてこないの。え？私はその子を宿すあなたに力を与えすぎた。あなたが言ってた成婚のことかしら。あなたがその成婚を使って私に二つ目の命をくれたのよね。でもそれが私のことどう関係しているの？あなたに与えたものは私自身の延長に過ぎないから。つまりあなたを救った不思議な力は当然いつどんな時でもあなたの血の中にある。他の人を攻撃するようにあなたのお腹の子を攻撃してるのよ。私はごめんなさい、今さら教えるなんてわざとじゃないの。あなたのような存在は見たことがないのよ。細かいこともこの数日で少しずつ確認できた。私は何も知らない。あなたの知識で何とかすることはできないの？あなたは私の命の恩人よ。その事実は変わらない。だから一緒に問題を解決する方法を考えましょう。それが一番大事なこと、そうでしょ？方法？大丈夫よ。この子が生きるために必要な代償がたとえ私であっても受け入れ…それはダメよ。そこまでする必要はないわ。いいえ、それは必要かどうかで測っていいことではないでしょう。自分の運命から逃げるためにこの子の未来を奪わなければならないの。あな
なたは運命の不公平さのせいで言われのない呪いを背負ってるかわいそうな人だと思ってた。でもあなたは心から後悔してたわけじゃない。あなたは最後まで神様でいるのね。あなたには命の行き先を決める資格なんてないでしょう。あなたは、いいえ、私は。ごめんなさい。この子の命の代わりに私の命を捧げる。あなたの反応から察するに、今となってはこれが唯一の方法なんでしょ。知ってるわ。あなたがいなければ私もこの子も死んでた。ここ最近みんなは多くの変化を経験してきたわ。出来事の一つ一つが恐ろしくて思い返したくもない。全てが運命だということは分かってる。拒むことはできないし、変えることもできない。深く考えないようにと自分に言い聞かせてる。だけど今もし現状を変えるチャンスがあったら、私はそれをつかみたいの。大切にしてるものをこの世に存在させ続けるために。成功、それを覚醒させることができるなら、同じくそれを再び眠らせることもできるんでしょ。何を言ってるのか分かってるの？もちろん。それのおかげで私の体はだんだんと回復していった。私がそういった幸運に恵まれることはもうないんでしょ。また薬も見つからないような状況に戻る。アレクサンドラ・パブロブナ・ザイチク。私たちはそれぞれ違う角度で世界を見てる。あなたの理念に反論するつもりはない。だからあなたのために人間の概念で状況を整理するわ。今ある全ての問題は私のせいで起きた。その事実から逃げるつもりはない。でも今のこの状況ではあなたの決断は少し無責任なの。無責任？命を与える母にとってこれはただの小さな始まりなのかもしれない。でもあなたはこれから起きることを考えていないわ。父親はすでにこの世を去ってる。あなたも自分の命を粗末にしようとしてる。万が一親がいない環境で生まれたら、その子はどうなるの？
あなたは外の世界に関心を向けたことがないかもしれないけど、はびこる崩壊、わからない人の心、その子がどうなるか想像したことはある。残酷な想像をしたくはないけれど、あなたがいる世界は美しくないの。その子はマフィアにさらわれて、感情のない殺し屋になり、いくつかのミッションをこなした後、銃弾の雨の中で死ぬかもしれない。あるいは崩壊に触れ死ぬ運命を免れたとしても、体に永遠の疾患と苦痛が残り、絶望の中で一生を終えるのかもしれない。あなたが与えた人生が苦痛でしかないのなら、その子はどう思うでしょうね。あなたの言葉は正しいわ。苦痛のためだけに生きていく人間なんていない。でももしかしたら、私がダメになった時、この子を肉親のように扱ってくれる人が現れるかもしれない。あるいは大人になって真心を持って接してくれる友人に出会うかもしれない。自分を正しい道へと導いてくれる愛すべきものを見つけられるかもしれない。運が良ければこの子は自分の趣味を見つけて、それを生涯の仕事にするかもしれない。ミステル、今のもしもの話は意味がないって分かってるわ。この子のこれからの人生は誰にも予測できない。でも少なくともそれがこの子の人生だっていうことだけは分かってる。儚くて不確定な未来でもそれなりの意味があるはずよ。そう、確かにあなたの言った通り、私はこれ以上何もしてあげられない。それは私が悪いの。でも未来を持つチャンスまで奪うことはできないでしょ。もういいわ、始めましょう、ミステル。とにかく全てを元に戻せるか聞いた時に、あなたは否定しなかった。これ以上引き延ばしたら私も後悔してしまうかもしれないわ。後悔？もちろん、私のことを何の後悔もなく人生を全うする人間だとでも思ってるの？私にだってまだまだやりたいことがたくさんあるし、欲しいものもたくさんあるわ。一年中お花が咲くには、地球を半周してマチュピチュを旅すること、ダイヤのネックレス、毎日変えられるスカート、いろいろあるわね。世界に絶望した人間なんかじゃない。私はその美しさを知ってるし、生き続けたいとも思ってる。でも見捨てる、早くしてちょうだい。一つの後悔でもう一つの後悔を作ってしまったら、私たちはいずれ後悔に殺されてしまうわ。私はただあなたと同じように、死よりも死んだ方がマシな生き方が嫌いなの。初めて会った時、あなたが私に何て言ったか覚えてる？生きていなければチャンスは手に入らない。あなた自身も実現しようとしていない理屈で
他人を説得できると思うの？それは私があなたとこの子に送った理屈だもの。撤回はできないわ。ミステル、アレクセイのことをもう少し聞いてもらってもいい？まだ結婚してない頃、彼は私を国のために死んだ兵士の墓参りに連れて行ったの。つまらない男でしょ。どうして彼のことを好きになったのかわからないわ。でも私の言いたいことはそれだけじゃないの。軍人のお墓、想像できるでしょ。数千、数万人が同じところで一人一人小さな記号になって、碑文が刻まれた巨大な石碑を共有するの。この地で眠るのは我々が生きる道を選ばなかったからだ。我々が育った土地への侵入を許したくなかったからだ。命は簡単に失っていいものではない。しかし若者は怖いもの知らずだ。我々は若い。アレクサンドラ、これから話すことで、あなたは何かを思い出して、より私を責めるかもしれないけど、あなたが生き残ったこと自体、奇跡だって知ってるはずよ。あなたの命は、その重さは、普通？そう言わないで。命は誰にとっても唯一無二の大事なものよ。ただ大事なものでもその使い道がある。でないと価値がなくなってしまうもの。例えば？え、人の命はもともと止まることなく流れ続けるものよ。より大事なもののためでも、何もせずに時間を無駄にするだけでも、私たちは命を消耗してる。そうよね。残念ながら、それももしもの話に過ぎないのよね。もし本当にそうだとしたら、私は最初から困ったりしていないわ。終わったわ。あ、何も変わらないみたい。聖魂があなたの体に与えた影響は、そんなにすぐに消えたりしないから。
ごめんなさい。マクシムがあなたを迎えに来る前に、私はこの場を離れないと。あなたは別として、彼が何人連れてきたとしても、私のせいで死ぬだけなの。そして外にいる怪物に関しては、できるだけ駆逐しておくわ。残りの。ありがとう。私はこの手で、無限に近いあなたの余生を奪ったのよ。でもあなたは未来を残してくれた。ミステル、もうそんな顔しないで。できれば、あなたが今日のことを思い出したとき、自分を誇って。あなたは命の反対側に立ったけど、それはあなたの本心じゃない。少なくとも、あなたは本物の人間のように、命を尊重することができた。それでも理解できない。けれど、反対はしないわ。そうだ、別れる前に、もう少しお話ししましょう。もちろん。ベネツィアはもう昔とは違う。美しいギリシャの島々も沈没していく。保存ではなく、有志だからこそ、愛する価値がある。カカリアと一緒にアレクセイの銃を埋めた後、自分のボヒメを探してた時に、この詩を見つけたの。でもよく考えたら、私のことを覚えてくれる人はそんなに多くないでしょうし、少しうぬぼれてたのかもしれない。だから、やめておくわ。ただ、今は新しい考えを思いついたの。聞いてくれる？ええ、どう？アレクサンドラ、アレクサンドラ！君が自ら私に会いに来るとは。というより、君がウラル山脈を出るとは、実に予想外だ。君は5月に聖魂空間に帰ったが、今回はいささか長かったようだね。君は、
私をかわす手段を見つけたのか、それとも。道理であの時あなたは何の迷いもなく銃を手にしたのね。この近くで何人もの覚醒者を見かけたわ。みんなまだ子供だったけど。私は商売人だと言ったはずだ。物々交換だよ。知ってる。それこそがあなたの元を訪ねた理由よ。ほう、何か用事でも。あなたの提案に乗り組織に加わりましょう。しかし物々交換が必要なんだろう。ええ、まず一つ訂正させてもらうわ。私にはあなたをかわす手段がない。だから逆に考えると、この世界であなたが見つけられない相手はいないかもしれない。それほど簡単ではないがな。君の探したい相手はなんとなく見当がつく。それが君の条件なのか。ええ、彼女に会うつもりはない。ただ私の代わりに彼女の状況を確認してほしい。それほど簡単なことのために君はわざわざ身分を落としてまで取引をするのか。そんな価値もないのに。君が割り切りたいというなら、実を言うと君より10倍もひどい態度をとっては来るが、もう一つの集団がある。君は唯一の選択肢ではない。だからこの取引は少し不公平だ。それなら失礼させてもらうわ。待ってくれ。君は相変わらず話を最後まで聞かないんだな。取引としては不公平に感じるが、昔なじみとしてなら喜んで協力しよう。協力？ああ、ヨルムンガンドに加わって我々の同僚になってもらうより、君に一つの貸しを作りたいんだ。心配は不要だ。ひどい要求を口にすることはめったにない。それに君が必要になる日も必ず来るとは限らない。そうだな、何らかの存在を孵化させるための頼みだと思ってくれ。君の得意分野のはずだ。ええ、分かったわ。そう来なくては。どうやら君には取引の才能があるようだ。ハイヘビ、ずっと気になってるんだけど、私は異なるあなたを何度も転写したけど、その番号というのは彼らの名前なの？そうさ、私も例外ではない。1904、かなり古い方の型番だ。ただ少し意外だ。君もそんなことに興味を持つのか。別に
違う方法で私の見た全てを覚えようとしてるだけよ。ちょっとしたテストでしかないわ。ではさよなら1904。どうだ、もう3時間も過ぎているが何か言うつもりはないのかい？ここの風は強い。私の傘は君が思うように丈夫ではない。私のオーラを目立たせるための飾りでしかないんだ。できるだけのことはした。君があの取引を言い出した時にはすでに彼女は死んでいた。だからこんなにも時間がかかったんだ。一人の人間を探すのは簡単だ。生きていることはそのほころびになるからな。しかし墓石は違う。見ての通り全てはもう終わったんだ。わかった。あの子供のことだ。そうだろう。子供はここに埋まっていない。安心してくれ。仕事は最後まできちんとこなすタイプだ。子供に関する情報なら掴んでいる。話によると、子供が生まれた日の午後、
この母親はずっと泣いていたらしい。多くの人たちのために悲しんでいるようだと。彼女は約束を重んじる人だから。やっと話す気になってくれたんだな。それで子供の姿を見たいか、それとも人の波に消えてほしいのか。前者なら歌詞はまだ作れるが。彼女の子供はまだ生きているの？確信してはいないようだな。意外なのか。それはその子の体勢はどうなの？母親とそっくりなのかしら？いや、特別なところは何もない。傘の下で君と3時間一緒にいるどころか、君の顔を覚えた瞬間にはもうあの世行きだろうな。残念に思っている。そうだろう。君とつながりがあることはその子にとっては贈り物ではなく、むしろ呪いだ。今日のあなたはジョークが好きなのね。私たちは友人だと思っていたんだが、それとも君は番号が新しいハイヘビの方が気に入っているのかい？君はシベリアの環境はあまりにも厳しく、薬で命を維持している母親が無事に子供を産めるはずがないと考えていた。そうだろう？
残念ながら生き残った子供はかなり普通で、特殊性などほぼなく普通だ。なんとか彼女の代謝サンプルを手に入れたが、彼女は普通の実験レベルの崩壊エネルギーに接触しただけで一生残る障害を負うかもしれない。もちろん例外も。まあいい、そんな状況は話す価値もないだろう。どうしてそう決めつけられるの？普通の人間が律者になれると思うのか？ハイヘビ、今まで私がどれほどの人生を転写したか分かってる？私が与えて、そして取り戻した成功の数はどれほどあると思う？成婚計画と比べたら大したことのない数字だろうね。あなたは勘違いしてるわ。別に自分の偉業を口にしたいわけじゃない。終わった物語に対して私にはそれを補完する義務があるの。たとえ未来がないとしてもね。でもこれほど多くの人生を記録した後に私が気づいたことは一つだけ。理念はいつも音一つなく現実を形作るけど、逆の場合は滅多にない。成功は簡単に人類を変えられるけど、人類が成功を変えるような例は今まで見たことがなかったわ。その人間ができていたと君は思っているのか？確認はできない。今の状況では彼女を転写、保存することすらできないの。でも、その子が普通の人間と大して変わらないなら、ハイヘビ、私は間違ってるのかもしれない。そして、たくさん間違えてきたわ。それはどうだろうな。別にあなたを説得しようとはしてないわ。それでハイヘビ、成婚計画が本当の意味で成就した後、私はどうなるの？まずバージョン16の成婚計画が実行されるとは限らない。私のとある同僚はまだバージョン1の実現の可能性を探っているからな。もちろん君が加わればもう一つの方向が同時進行するであろうことを彼女は知らない。つまりは君の目の前で彼女に死んでほしくないんだ。
それはあなたたちの自由よ。よく言ってくれた。ああ、ちなみに組織に加わった後の君のコードネームもその同僚が考えてくれたものだ。ウサギ。これも一つの偶然かもしれないな。彼女は君の経験を知らないが、たまたまこの名前にウカという祝福を込めたんだ。別にあなたたちのルールに文句をつけるつもりはないけど、私はミステルという名前しか使わないわ。それに最初の質問にあなたはまだ答えていない。答えは彼女の祝福と同じだ。君の誕生は予想外のものだったが、ここに存在しているのは現実に侵入した虚数の観念で、本当の聖魂の命ではない。聖魂計画が正式に始動した時、実験の一部として君は自身を転写する機械を手に入れる。完全に消えてから羽化して生き返るのだ。計画で他の対象を操作する時とは異なり、自身を転写することで得られる結果は、彼女は君と同じ体と似たような能力を持つが、同じ意志を持つわけではない。まとわりついた呪いも存在しなくなる。彼女は君の過去を知っているが、彼女にとって全ては風の中の歌のようなもので、それに動かされることはないだろう。生き返るね。どうやらウサギという名は彼女に残した方が良さそうね。もちろん彼女がミステルを気に入ってくれたなら、それもいいことだとは思うけど。生き返るね。今の私は本当の意味で死ねる機会が自分にあるって分かっただけでもう十分よ。それでその前は、ヨルムンガンドには人を閉じ込める場所が多くある。君が呼び寄せた崩壊獣を倒す能力もある。それにほら、私はあの1904のままだ。君としばらく接触した結果、普及は難しいが、ヨルムンガンドは君の影響を回避できるようになりつつある。でも以前起きたことは私にとってはまだ過去になっていないわ。それはもちろん理解できる。君がシャニアテを名乗っている以上、過ちを正す方法を見つけたからといって自分の過去の罪をなかったことにするわけがない。ま、その話はいい。一旦組織の話に戻そう。極めて少ないとは思うが、君に外での仕事を頼むこともあるだろう。もちろん君がそれを志願するということが前提になるが、例えば、例えば
君がこれからこなさなければならない初めての仕事だ。そんなに少しの時間すら待ってくれないの？もちろんだ。少し特殊な仕事でね、アラスカのユーコン川に行ってほしいんだ。せっかくだから類似した存在の考察をしてくれないかと思ってね。類似した存在？誰と？君とだ。君はずっとシベリアで活動していて、外の崩壊はあまり知らないかもしれないが、異常なほどに頑固な律者がいるんだ。そして君とよく似た特性を持っている。興味がないわ。最後まで聞いてから断っても遅くはないだろう。事実、彼の実績があったからこそ我々は君の存在に気づいてすぐに勧誘しようと考えたんだ。彼も手当たり次第に人を殺し憎まれてる怪物なの？いや違う、むしろ逆だ。彼は無数の人に慕われて精神的な伝承となったんだ。ほら言っただろ、最後まで聞いてから断っても遅くはないと。なぜと思ったかい？余計な言葉はいらないわ。一体誰のことなの？彼は君と同じように人類としての名前を持っている。しかし大多数の時、人々は彼をこう呼ぶ。ネゲントロピー名手、断りの律者と。記憶空間が内部から壊された。それって空の律書か？いえ違う。なるほど、すごく大胆な試みね。お帰りなさい、ブローニャ在地君。少なくともあなた自身は私を失望させなかったわ。やはりコアは完全にあなたの、いえ成婚計画のものになったんですね。それともあなたはブローニャと断りの律者との違いを強調してるんですか？そうよ、この称賛は断りの律者ではなくあなた個人に捧げたもの。それに今のあなたはもうその肩書きを背負わなくてもいいでしょ。それでもブローニャの目標は断りの律者の力を奪い返すことです。ただ今までのやり方であなたと戦ってもブローニャは勝利できません。
それをリバーシュとして考えると、最も理性的なやり方は空間自体を壊し盤をひっくり返すことです。それができなければ時間を無駄にしないためにすぐに負けを認めて別の戦場を探すべきです。だから爆撃によってブローニャは自分とコアのつながりを断ち、一時的に断りの律者の力を放棄しました。だからこそ普通の人間としてその方向に特化した空間の束縛を振り切ることができました。でも今まであなたが抗い続けていたのは、断りの律者の全てを私に奪われたくなかったからでしょ。あなたが聖魂計画の力で不正を行っているような状況で現実に戻るには、それが唯一の方法でした。それに何かを失う状況を耐えることができなければ、その何かを有する器を持っていないことになります。確かにそれは過去の私が犯しそうな間違いだわ。さて、私がどういう存在かあなたはいくらか理解したはずよね。同類を作る、それが私が聖魂計画を必要としている理由。簡単で分かりやすいでしょ。あなたたちを助けたいという気持ちも嘘じゃないけど、ブローニャたちが問題の鍵に触れ聖魂計画実行の妨げになった時、あなたは譲歩しません。ええ、そうだとしてもどうして断りの律者にだけそれほど執着しているのか、ブローニャには理解できません。もしそれが嫉妬だって、最初の断りの律者ベルト・ジョイス、彼は私と似ている存在なのに人々から慕われて精神的な伝承にもなった。かつての私と全然違うわ。私は自分の呪いが憎い。自分の同類がどうやって死以上の苦しみを乗り越え地獄の中で翼を癒し再び飛べるようになったのかを知りたかった。今のあなたはそれを知ることができたんですか。ええ、知ってるからこそ失望したの。少し気を悪くするかもしれないけど、これが今の私の思いよ。断りの律者は大した存在じゃない。誤解しないで、彼の行為に対しては感服してるわ。この日こそ天の独裁を飲み込んでしまう日。彼は英雄の名にふさわしい素晴らしい人間よ。しかし、だからこそ私個人にとって彼は大した存在じゃないの。彼はかつての私が感じた苦しみを乗り越えていなかった。彼と私にある唯一の違いは、彼が生まれた時に呪いではなく贈り物をもらったこと。本当に大事なのは彼が選んだ選択肢です。彼がどんな姿でこの世に生まれたかは関係ありません。理屈はもちろん分かってる。でもそんなもの私が求めてる答えじゃないわ。あなたから見て
かつての私が選んだ選択肢はどれほど間違ってるというの？そしてその結果はどういうものなの？うぬぼれかもしれないけど、今話したことを考えれば、あなたたちの知ってる終焉は私と同じ種類の存在よ。人類を包容したいだけなのに、世界にとって逆らえない終わりになった。あなたは私が引き起こした災害を見た。過去の私は人々から見ればとても罪深い。それなら私は終焉を阻止するため、聖婚計画を唯一の正解にするわ。天命とネゲントロピーに持ちこたえるための計画がないわけじゃないって分かってる。でもそれは所詮崩壊との永遠に続く戦争を選ぶ岐路に過ぎない。そんなの過去の私と比べて何の違いがあるというの？わかりました。聖婚計画を変えたければ、ケビンの前にブローニャたちはまずあなたを超えなければなりません。ゲームとして考えるなら難易度的には確かにそうなるわね。でも態度だけだったら孫子より弱いなんてことはないと思うわよ。それでこれからどうするつもり？現実に戻れたことは称賛するけど、それと同時にあなたは唯一頼れる力を失ったのよ。それを考える前に、あなたはすでに律者の力を全て奪っています。残りの部分をブローニャに返してもらえませんか？残りの部分、はあ、この結晶のことかしら。別に構わないわ。これは偉大な英雄が残したシャリだもの。確かにちゃんと保管するべきね。シャリという言葉のように、そのコアにはもう記念という価値しか残ってない。だから私が律者の力をあなたに返そうとしても無理でしょうね。ご覧の通り、断りの律者を構築してた30万もの思想はすでに聖婚計画と融合し、イデアの種になるしかない。再びそのコアに集うなんて不可能よ。もちろん分かっています。でもそれは重要じゃありません。ブローニャに必要なのは一つの象徴だけです。あら、実はあなただけじゃありません。ブローニャも断りの律者のあり方が気になってました。
伝承を手にしたからといってもその概念を本当に理解したことにはなりません。それにもっと重要なのは、もし最初からコアが大事なものだって気づかれてたら、こんな風に簡単に取り戻すこともできないでしょう。大事？あなた。力という面で成婚計画は断りの律者より上だと認めます。ですが忘れないでください、ブローニャも30万分の1です。エデンの星、素晴らしいわ。疑似浮かプロメテウスはそう言ったのよね。とにかく彼らに認められた今のあなたは確かにあの意識たちの一部になったわ。コアを再び手に入れ、力は過去の30万分の1しかないけど、その性質から考えれば確かにあなたは本物の断りの律者。以前のベルトさんと同じことをしただけです。分散的なコアが体に残した機械の記憶を使えば、力の起点が弱くても思想によって再び無双できます。そうだとしても力という面では結局何も成長してないわよね。あなたと戦うなら、それだけでは何の意味もないかもしれません。ですが、使い方という面であなたはまた間違った判断をしたみたいですね。あなたはブローニャによくしてくれました。だから彼女たちのことも歓迎してください。戻ってきたわよ、
ウサギ。つまりこれまでのことはあなたの計算だったの？いいでしょう。また3対1になったわね。同じ手は通用しないでしょうし、この状況にうまく対応するのはとても難しいようね。そこまで謙虚になる必要はないでしょう。成婚計画の性質を自分の手段にするなんて、あなたの小細工はそう簡単に対応できるものじゃなかった。ケビンが封印されてる今があなたを一気に倒せる唯一の機会。待ってください、メイ姉さん。どうしたの？疑似ブラックホールはすでに消えました。ケビンはもうこの遺跡から離れてると思います。委員長！委員長と指揮の律者はブラックホールに長い間とどまっていました。力は今でも戻っていないと思います。キアナ、メイ姉さん、委員長をお願いできますか？こちらの戦いはブローニャ一人で何とかできます。それにこれは大事な戦いです。ブローニャちゃん、ケビンが来ないとしても今は意地を張ってる場合じゃないのよ。安心してください。ブローニャは今必勝の作戦を思いつきました。その前提として、逆にブローニャは一人で戦わなければいけません。ふん。とにかく今の状況を考えれば、これから起こることはブローニャと彼女、内面と形が全然違う二人の断りの律者の間に収まってほしいんです。私がただの略奪者だとしても？ええ、あなたがただの略奪者だとしてもです。それであなたは一人の力で30万人、ましてや成婚計画の全てに抗うつもり？しかも必勝だと思ってるの？はい。何しろ今までの試みからブローニャはようやくあることを理解できましたから。断りの律者にとって1と30万に違いはありません。今までベルトさんとブローニャがあの30万人の思想をうまく扱えなかったのは、結局のところブローニャたちが最初から彼らに対して敬意の念を抱いていたからです。30万人の思想を敬うなと言っているわけではありません。むしろ逆です。彼らを敬ってるから、断りの律者の歴史を敬ってるからこそ、実際に行動している時は彼らを普通の力として征服できるものとして扱わなければなりません。ベルト・ジョイス、ヨアヒム・ヨー、ブローニャ在地区、それぞれが30万の1だけではありませんし、また一方では同じように30万人の全てです。断りの律者の名を今まで伝承することができたのは、その力と意志がとっくに融合してたからです。ウサギ、あなたが奪ったのは見た目だけの形式にすぎません。それって
私の今までの布石は全部何の意味もなかったって言いたいのかしら。それは本当に面白い話ね。本当かどうかは戦えば分かります。いいでしょう。一応注意しておくわね。あなたが目にしたかつての私は仕方なく他人を傷つけた私よ。あの呪いはもう存在しなくなったけど、この新しい体はたやすく精魂と現実の力をつなげられる。律者と一対一で戦っても劣勢になることはないわ。どうやらあなたはまだ理解してないみたいですね。今あなたに挑もうとしているのは断りの律者ではなくブローニャ在地区です。なるほど、分かったわ。でもそうなるとこの戦いの布石はむしろ同行異局と言えるわね。あなたは信じてくれないでしょうけど、力でも意志でも私にとって律者は大したことないの。あなたがこれから向き合うのは個体としてのイデアではなく、私が転写したある定義においての全てよ。ここで輝きなさい。さあ永遠の姿で歴史の隅々まで行き渡った英雄たちよ、その叙事詩をもう一度降臨させなさい。やっぱり前にも見た敵たちです。でもそれこそが作戦の中で最も重要な部分です。あなたは意識たちをコアのかけらに入れようとしてるの。かつてのジョイスのように必勝策、それがあなたがコアを取り戻した本当の目的なの。でも30万分の1の力でずっと同じことができるわけじゃないでしょ。歴史の尾行、時間を超えなさい。理念はどこにでも存在する。歴史に名を残した当事者たちを明確な概念へと整合しましょう。司法を征伐する強い意志をここで目覚め、欲深い王権となれ。幻影ですか。本物のイデアもその中にいるはずです。
急いで見つけ出さないと。エデンの星、その実力の全てを発揮する時が来ました。なるほど、断りの術者、その名の通りね。でも成婚計画の前ではあっという間に消えてなくなる支配者のようなものよ。空間でしょうか。いえ、どこか違う気がします。この障壁は。次の行動座標を送ってください、班長。悪くないわね。最も暗い場所を経験することでやっと生まれ変わることができる。成功に変えるのか。私も光栄のように美しく記録しました。私は過ちを犯し、自在自由、定めに次のプレゼントを登場させましょう。炎に入りなさい、遺憾なき世界よ。でも申請者に対してはこうした方が公平でしょうね。おかしい、今までのイデアと比べるとあまりにも普通です。とにかく油断はできません。
行動を予測できるんですね。どうやら相手がボロを出すのを待つ必要があるようです。入れましょう。勇者の力が完全に回復しました。戦いに関しては確かにあなたはいい策士だった。でも英雄、王者、数千万人の意志は長い歴史の川にとってはどれも小さいものよ。私は過ちを変え、これは成婚計画が保管した全ての人生。見届けなさい、無法の万民を。あの防御体制、ウサギは何かを準備しているはずです。邪魔してくるイデアの種を早く突破しないと。彼女の力がまだ上昇し続けてます。急ぎましょう。優れた洞察力ね。でももう間に合わないわ。ではそろそろ次のプレゼントを登場させましょう。炎に入りなさい、遺憾なき世界よ。でも申請者に対してはこうした方が公平でしょうね。おかしい、今までのイデアと比べるとあまりにも普通です。いいえ、とにかく油断はできません。やっぱりブローニャの行動を予測できるんですね。どうやら相手がボロを出すのを待つ必要があるようです。you
ましょう。律者の力は完全に回復しました。戦いに関しては確かにあなたはいい策士だった。でも英雄、王者、数千万人の意志は長い歴史の川にとってはどれも小さいものよ。これは成婚計画が保管した全ての人生。見届けなさい、無法の万民を。あの防御体制、ウサギは何かを準備しているはずです。邪魔してくるイデアの種を早く突破しないと。彼女の力がまだ上昇し続けてます。急ぎましょう。触れた洞察力ね。でももう間に合わないわ。ではそろそろ次のプレゼントを登場させましょう。炎に入りなさい、遺憾なき世界よ。でも申請者に対してはこうした方が公平でしょうね。おかしい、今までのイデアと比べるとあまりにも普通です。いいえ、とにかく油断はできません。やっぱりブローニャの行動を予測できるんですね。どうやら相手がボロを出すのを待つ必要があるようです。回復しました。戦いに関しては確かにあなたはいい策士だった。でも英雄、王者、数千万人の意志は長い歴史の川にとってはどれも小さいものよ。
成婚計画が保管した全ての人生を見届けなさい、無法の万民を。あの防御体制、ウサギは何かを準備しているはずです。邪魔してくるイデアの種を早く突破しないと。彼女の力がまだ上昇し続けてます。急ぎましょう。優れた洞察力ね。でも、もう間に合わないわ。いいえ、ここで終わりです。ヨルムンガンドの幹部。転換じゃなくて正面突破するの？やっぱりあなたは記録した人生を自分の力にできないようですね。あなたはただそれを保管して再現してるだけです。保管ね。結局、断りの術者コアの構造は分散的。そうしたくはないけれど、与えたものを取り戻すことは私たちにとっては何か。おかしい。今、彼女は思想を奪ってなかったのに。彼女は30万の偽物の思想でコアの上限を欺いたんですか？そうね。確かにこの戦いであなたは私の隙を見つけ出した。でも簡単に挽回できるような隙なら反撃の鍵にしかならないわ。結局この戦いの鍵はミステルとブローニャにあるの。成婚計画の前では断りの律者の歴史と栄誉なんて話す価値もない。それとこれとは別です。最高の証拠はあなた自身なんです。もちろん私は私自身の限界を理解してるけど、今までの断りの律者たちも同じでしょ。どうやらその子にも限界が来たようね。あなたが持つ他のものと同じように。重装詐欺。その子のことは見逃しましょう。私はあなたの過去を知っている。その子の意味も分かっている。私が求めてるのは勝利だけ。あなたを傷つけるつもりはないの。あなたも、すべて現実をよく見なさい。これが。そうですね。現実をよく見てください、ミステル。
すみません。明日へと向かうためにブローニャはあなたが残した過去を覆しました。ですが断りの律者としてブローニャは後悔していません。結局人類の真理は必ず変わる。これこそが人類の唯一不変の真理ですから。さようなら、ベルト・ジョイスさん。あなたの伝承を背負うことができて、ブローニャはとても光栄です。勝負はつきましたから心配しないでください。あなたはまさか、わざとそうしたんですか？あら、何のことかしら？最も暗い場所を経験することでやっと生まれ変われる。ブローニャが必勝策を思いついたように、あなたも自分の布石を完成させたということですか？私が適当に口にした言葉を覚えてくれてたのね。結構いい言葉よね。そう思わない？例を挙げてみただけです。この言葉の意味のように敵ではありましたが、あなたはずっとブローニャに正しい導きを与えてたような気がします。そして今という状況を作りました。考えすぎよ。自分がボコボコにされるような状況を作ったって言いたいの？私は十数年前の私じゃないのよ。そんな変わった趣味はないわ。そうだ、まだ知らないのよね。私は成婚計画が作った二代目のウサギよ。厳密に言うと、あなたが記憶の中で見たかわいそうで憎たらしい存在じゃない。
ちなみに、ちょっと気になることがあるんだけど、人類は一体どうやってそんなことを成し遂げたの？それって、断りの律者のコアを再び一つにしたことを言ってるんですか？あなたはとっくに30万人の思想に認められてるもの。そんなの別におかしくないわ。私が本当に気になってるのは、コアにあった意識の残片を消す能力なんて、あなたにはないでしょ？それは断りの律者の力じゃないし、あなたもそんなことをしていない。あなた、まさかコアではなく、完全に自分の意志で、あの30万もの思想を心に刻んだの？それとも、断りの律者のコアがあなたの意志に応えて、自らあなたに協力したの？ブローニャ個人の感覚から言うと、おそらく後者の方が真相に近いと思います。本音を言うと、ブローニャはそこまで考えていませんでした。律者コアに決まった要領があるとしたら、どんどん増える過去を持ちながらも未来に向かうには。自分がもう一つのコアになるしかありません。その後は、律者として流れに身を任せる感じでした。彼らは別の形としてブローニャの一部になり、そしてこれからのブローニャの変化とともに未来に適応していく気がします。それが自己の観点というやつかしら？謙虚になる必要はないわ。私の知ってる限り、あなたの羽化は他の律者たちよりもずっとスムーズだった。30万人の思想、活動してる意志じゃなくても、その量は人類の脳を簡単に潰せるほどのものだし、そのあり方を変えるなんてもってのほかよ。でも、それがあなたなのね、ブローニャ。断りの律者とは何かを私に教えてくれてありがとう。その勝利は偶然に見えるけど、それを成し遂げる鍵として、あなたがそうなったのも必然だったのよね。いいでしょう。私が話したように、これをゲームとして考えるなら、あなたたちはクリアしたわ。先に言っておくけど、私には、成婚計画を逆転させるような力はない。そして、孫守にもないわ。でも今さら、あなたたちを止める筋合いなんてないわね。後のことは、あなたたちの委員長に聞いてみるといいわ。ブローニャ在地区。あなたの成長は、みんなの期待を超えている。彼女の期待もね。ブローニャ、今のは一体…何かおかしなところでもありましたか？ありすぎるわよ。そうだよ、ブローニャと彼女の間に何があったか全然理解できないもん。でも今のブローニャは完全な断りの律者
なんだよね。はい。さて、まずは。ブロニャお姉ちゃん。ゼーレ。よかった。ブロニャお姉ちゃん、無事だったんだね。はい。でも、ゼーレはどうして？もちろん私が呼び寄せたに決まってるでしょ。あんなに騒がしくしてたくせに私を仲間外れにするなんて少し配慮が欠けてるんじゃないの。シキちゃん、今は冗談を言っている場合ではありません。これからやらなければいけないことがまだまだたくさんありますから。委員長、よかった、やっと目覚めたんだね。ええ、久しぶり、キアナ。そしてメイさん、ブローニャさん、そしてゼーレさん。お久しぶりです、委員長。待って、私は？あなたのおかげで助かりました。一段落したらまた個別に感謝を伝えなければなりませんね。僕ね、あなたね。なるほど。それでは今度は私が報告する番ですね。まず見ての通り、ケビンは月を離れました。本当の意味で挑んでくる相手に遭遇しなかった彼は、計画の次の段階のために出発しました。もちろん、彼が私たちを敵と認識するかどうかは、私たち次第です。計画の次の段階ですか？わかるでしょ？ケビンは最初からここのことなんか気にしていなかった。彼がここに留まったのは、私たちに自分の実力を見せたかっただけ。彼はそんなことをするような人じゃないわ。私よりケビンのことを知ってるって言いたいの？おそらくケビンは皆さんから何かを見つけたかったんだと思います。そのために彼は障害を作り、自ら皆さんの戦う意志と能力を確認したのでしょう。彼は全力で戦いながらも多めに見てくれました。自らここから地球に戻る方法を四季の律者に教えたくらいですから。どういうことですか？
つまり私たちを舐めてるってわけ。私は別にあなたたちの仲間じゃないけど、彼に勝てないと思って投降するふりをしたら、あいつ自分の器の大きさをアピールしたかったからか、月に関することをいくつも教えてきたの。星魂覚醒者が空間に与える影響とか、律者を閉じ込める世界の泡とか、あと誰もが使えるワームなんちゃらとか。それってワームホールのことですか？そうそう、あなたたちがさっき戦った場所だよ。地球と月を行き来するための火を追う蛾の正門だったんだけど、終焉が降臨する前に壊れたんだ。でもあの氷男はこうも言ってた気がする。確か断りの律者の力を極限まで上げられたら、月は律者を閉じ込める檻にはならない。何そんな風に身構えて、言われた通りに試すつもりなの？試すことすら躊躇してしまったら、ブローニャたちは本当にヨルムンガンドに舐められますから。ブローニャお姉ちゃん、無理してないよね？安心してください、ゼーレ。今のブローニャは今までの断りの律者たちよりもずっと強いですから。アインシュタインローゼンの端を検知しました。重力異常を検出、ストレンジ物質の注入を開始します。3、2、1、正門革新装置修復完了、起動準備に入ります。みたいだね。ブロニャお姉ちゃん、本当に無理してないんだよね？ええ、ブロニャは嘘をつきません。少し感慨深いですね。正常に稼働している姿なんて初めて見ましたから。これがメビウスとコーンが中心になって建設した。そうですね。でもそうするとニューアトラの人たちはどうするの？終焉の残骸が蘇るようなことはないだろうけど。こんな時はクライオを信じよう。それに今の地球の状況を考えると、クーちゃんたちは月に残ってた方が安全だと思う。あ、クラインってヨルムンガンドが作ったロボットみたいなんだけど、何でもできてすごいんだよ。なるほど、そういうことなの。彼女は見つけたのね。その通りよ。ヨルムンガンドでよく話していたから、クラインのことはよく知ってるわ。彼女のことは信じて大丈夫よ。ではこれからブローニャたちは地球に戻って戦うことになります。皆さん、ケビン、そして終焉から自分自身の未来を奪い返す準備はできていますか？もちろん。
なるほど。ふか、それがあなたの目的ですか。あなたは私のことを理解し始めてる。そうよね。あなたは最後の記憶をブローニャに無理やり見せたりしませんでした。才衣をまとっていたあの結晶と同じ存在ではない証です。かつての彼女の経験も苦しみも嫉妬もあなたにとっては別の人の感情で、完全に自分のものにすることはできません。ましてや断りの律者に対する失望もただの演技でした。そういう動機が不十分な状況なのに、それでもあなたは全力で戦いました。そう言わないで。変わったやつだと思われるじゃない。本当にあの話を彼女に教えないんですか。何があったとしても彼女は当事者です。真実を知る権利があるはずです。全てが歴史になって、あらゆる紛争が終わりを告げた時、そんな機会があったらそうするわ。でも何があっても彼女が挑戦し始める前にそうすることはできなかった。あなたのメイ博士はいいことを言ってくれたわ。人類の本質は自分ではない何かのために命を捧げること。もし彼女が私に挑むきっかけが何の関係もない律者の力から深入りする理由のある市場へと変わってしまったら、むしろ彼女は必勝策を思いつかなかったはず。仲間の力を借りて私を倒すことになっていたでしょうね。結局あなたは相変わらず傲慢なんですね。あら、それは人類だけが思う感情よね。あなたを構築するプログラムもどんどん進化してるみたい。話を戻しますが、あなたは最初から最後に彼女が勝利するように仕向けたんですね。何？そんなに変わってる？私はかつての自分の未練を断ち切りたかっただけよ。彼女が残した呪いは今、一つの贈り物となった。素敵でしょ？かつてのあなたがなぜあのケビンとうまくやれていたのか、今ならわかる気がします。ベネツィアはもう昔とは違う。美しいギリシャの島々も沈没していく。保存ではなく、有したからこそ愛する価値がある。所有と保存の違いですか。待ってください。あなたは、ええ、何があっても成婚計画はもう私と関係ないわ。人類のために戦う律者にとっても、ケビン自身にとっても、とあるハイヘビにとっても、私たちは純粋な傍観者であるべき。そうでしょ？
子供たちの世話はやはり殴り合いよりずっと面白い。成婚計画、人の手を借りることはもちろんできるが、火種が星に明かりをつけられるようにするのはかなり手がかかるよ。孫守。ゼーレをどこに連れて行く気ですか？休むべき。そういえば雨はもう嫌いじゃないの？むしろ全てが終わったらお父様と一緒に桜の塩漬けを作りましょう。